どうも、ヘダッチです。今回紹介するのはマムートのソフテックトレッカーズアドバンストパンツです。冬季用のソフトシェルパンツになります。これを買ったポイントですね、まず1つ目は非常に機能的であるっていうことと、2つ目はめちゃめちゃかっこいいっていうことですね。でもですね、これ買う気は全くなかったです、初めは。っていうのもこれを使ってました。ファイントラックさんのストーム50アルパインパンツですね。これがね、めちゃくちゃいいパンツ、生地もしっかりして撥水性もあって、でベンチレーションも太ももについてて、めちゃめちゃ履きましたけど、ただね、これ8年前に買ったパンツなんですよ。なんでね、シルエットがね、いい意味で羊剛健っていうんですかね、悪く言うと、ダサいってことなんですけど何か2本目いいのないかなっていうことで、試着は何回かね、行くたびにするようにしてるんですけど、このストーム50パンツに匹敵するパンツはなかったということで、そんな中ね、マムートのパンツにね、石井スポーツさんで出会いました。試着してみたんですよ。で、鏡に映った自分を見て、めちゃめちゃかっこいいなと。スキニーパンツみたいにシルエットがすっごくかっこいいんですよ。なのに屈伸しても全然突っ張らなかったんで、これはもう買っちゃうだろうということで購入しました。生地がね、ソフテックという生地ですね。これ今僕が着てる、もうめちゃくちゃお気に入りの、これマムートのランボールジャケットなんですけど、これと同じ生地ですね。防風性があって撥水性があって、なおかつ、ストレッチが非常に効いてると。ポケットが、ハンドポケットが2つありますね。でヒップポケットが1つあります。僕は身長185センチで体重70キロ、マムートはね、いつも M サイズを買っているので、これも M サイズでした。丈もね、ぴったりでした、で腰はですね、伸び縮みしますし、ベルトループもあります、ね、なおかつこちらのバックルで止めて調節もできますね。で左の太ももに マムートのマークがありますね、右の膝裏にも、マムートっていう字が入ってますね。これおしゃれですね。これを履いてね、何回か山に来ましたけど、もう全く文句ないです。完璧ですね。かっこいいし、機能的だし、生地が若干厚めっていうこともあって、ポカポカしてくるんですけど、ベンチレーションでね、どんどん熱を逃がしてくれるんで、不快な感じはね、全くないです。もう今ではね、もうお気に入りの一本になりました。ただね、残念なお知らせがありまして、今どこのサイトを見てもこのパンツがね、売ってないんですよ。なんでなんですかね。マムートの公式ストアにもね、これがね、ないんですよ。ただね、これとは別にマムートソフテックトレッカーズパンツというね、生地が薄めでオールシーズン使えるやつ、これはね、発売をしてますんで、お店の方にもあると思います。ぜひ一回ね、お店に行ってね、履いてみるといいと思います。めちゃくちゃね、かっこいいし、ストレッチも効いてるんで、気に入ると思います。以上、マムートのソフテックトレッカーズアドバンストパンツのレビューでした。この動画を見て参考になったと思ったら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。コメントもたくさんくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。